今年も、ついに、来ちゃいましたね。エイプリルフール。今年のエイプリルフールは、ズバリ、UFO。UFO でした。詳細が明かされる前はゾンビ説が濃厚だったのに蓋を開けてみればこれですからね。全く外人は何を考えてるんだか。まあ、ゾンビはゾンビで遊んでみたかったのですが、これも案外面白いです。操作感はヘリと航空機を足して2で割った感じかな。言葉で言い表しにくいが、めっちゃヌルヌル動く。使える武装はモードによって違って、空中ではレーザー、ホバーモードではレールガン、水中は魚雷と三段だね。ホバーモードは後々動画に映った時に説明していくぞ。行くぜ。くらえ。かすりもしないな。全然当たってないですね。いやね、これ UFO の当たり判定が見かけによらずすごく小さくて、敵が相当単純な飛び方してない限りは、撃墜するのが難しいんだよね。しかも一回当てれば即座に撃墜ってこともなく、何度も照射しないと落ちないっていう。普段陸戦ばっかやってるから腕がなまってるのもあるだろうしな。陸戦しかほとんどやらない人ですいませんね。空戦に慣れてる人も当てにくいんじゃないでしょうかこれ。当たってるのに当たってない判定も多いからね、ピング高いと厳しいのかも。UFO もスパークリング起こすんですね。不思議なもんだぜ。この武装だけで戦い続けるのは正直厳しい。運よくレーザーで撃墜できたのがこれです。映像で見る感じだとすごく当てやすそうに見えるんですけどね。射程も3から2キロまで届くほど長いんだけど、実際はよくわからん判定に苦しめられることになるのでご注意を。UFOはこのように水に潜ることが可能。さすが未知のテクノロジーモリモリのハイテク兵器。制限とかもないんだな。水中なので動きが遅くなることと、武装が三段と魚雷に変わるだけで他に特に弊害はないですね。最後にホバーモードのご紹介。スイッチオン。お、SF によくね、バリアーのようなものが展開されるんですね。強そう。このバリアーはビームのダメージを軽減、無効化することができてとても便利だよ。この状態の武装はレールガンで、特徴的な効果音とともに砲弾が発射される。連射は遅いけど威力は高いよ。てか画面がすごいごちゃごちゃしてきてる。ここの拠点狭いからどうしてもそうなっちゃう。エネミーダウン。少し離れたところに大きなバリアーが見えますね。 B 拠点は大きなバリアーで覆われてるから、侵入するには低い位置にある緑色の部分から侵入しないとダメなんだ。ホバーモードで戦うにはうってつけの場所だな。ちなみに A 拠点が空中戦、 B 拠点がホバーモード、 C 拠点が水中戦を楽しめる構造になっているよ。さすが外人、エイプリルフールにかける情熱は変わってないですね。正直このマップ、イベント終了後も使えるようにしてほしいぜ。存分に観光したいところですが、今は戦闘中なので仕方ない。動きがあるまで倍速。来た来た。迎え撃つか。ファイヤー。バンバン。ホバー状態だから動きも読みやすいし、この場所が一番キル取りやすいのでは。何戦かやってみたけど、ここにこもる人も結構いたね。今の私たちがまさにそんな感じだけど。まあレーザーが使い物にならない以上、ホバーか水中かって感じになるしな。あらどうも。エネミーダウン。ここにいれば奇襲される心配もないですしね。怖いのは集団で来られた時ぐらいかな。そういえば、速度や残弾の表示、兵器名も全部エイリアン語なんだな。そのせいで残弾が何発あるとか、速度がどのくらい出てるかとかは全然わからないよ。っていうか、操作説明画面の時点でエイリアン語ですもんね。ふざけてんのかって感じでしたけど。これは笑うしかないな。走行行ってたら敵だった。はいよ。エネミーダウン。やけに敵が来るな。集団で来てるみたいですね。つらい。頭上に敵。やろうか。カモンカモン。そ、横まかと。今回は手こずってるな。標準が意味をなしてない。当たらん。うはぁ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。いやいやいや、まだやりますよ。頑張ります。しかし花の空中戦でレーザーが使い物にならないし、UFO らしからぬ地味な戦いを強いられることになるとはな。まあいいところも悪いところも含めて楽しむのがエイプリルフールのイベントってもんさ。
お次は水中戦ですか。 A も B も占領できてるからね。みんなそこにある C に向かうよ。ダイブ。この青白い汚染、去年の潜水艦イベントのソナー画面で見かけましたね。もしかしたら有用かもね。敵が見えたので魚雷撃つよ。発射。あ、もう飛び上がってるなあいつ。遅かったか。まあいいや、C 目指そう。正面の2機こっちに向かってきてます。まずいな。水中で2対1はしんどい。頑張れ。ワンダウン。不平。水中の3段めちゃくちゃ威力高いんだな。一発当てればほぼワンパンだね。強い。魚雷の方も当てれば格殺できるんだけど、当てにくいから3段の方がいいよ。その後は特に何事もなく、無事ゲージが来しました。うろうろした後味方と合流したら終わってたな。負けが込んでたから勝ててよかったです。お疲れ様。お疲れ様でした。8撃破でチーム内順位は2位ですね。いやー、今年のエイプリルフールも楽しめました。アースサンダー、恐ろしいイベントだったよ。ホバーモードが VTOL 機のテストだと一部で噂されてたりしますが、どうなんでしょうね。Gにも出たぐらいだし、ありえそうな話だね。Gにより出たの昔だもんな、ハリアー。ところでこのイベント、画像を見てもらえばわかる通り、エイリアンが人間を操って UFO を操縦させ戦わせているという設定だよ。何それ怖い。エイリアンはスポーツ的な感覚でこの遊戯を楽しんでるらしい。とんでもなく物騒な遊びですね。このグリーンヒルズという閉鎖都市を選んだのも、スタジアムとしてちょうど良かったのかも。設定を知ると結構面白いよね。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。